スのガチャを見つけたので回してみたいと思います。1回500円。意外と重い。多分これアリエル。2回目。こちらはオーロラの。残るはラプンツェル。お、ラプンツェルということで3つ揃ったのでお家に帰って見てみたいと思います。ドリームチェイサーです。はい、というわけで今回はディズニープリンセスのヒロインドールを回してきました。はい、ガシャポン1回500円と高いものだったのですが、残り少なかったのでこれはコンプリートできるなぁと踏んで回してみたら見事3種類出てきてくれました。はい、ということでどんどん紹介していきたいと思いますが、まず1個目は子供が開けて組み立ててしまいました。はい、子供はこれが一番可愛いのでちょっと自分で組み立ててみたいということで組み立ててくれたものです。こちらはオーロラですね。薄いクリーム色の髪の毛がとっても綺麗で、首をちょっとかしげたようなポーズで、はい、素敵です。カプセルを重ねることでこんな感じでフリルに見せているんですね。はい、このシリーズ本当に可愛いですね。はい、私のスクリーンが後ろがブルーなのでこのピンクがとっても映えて可愛いです。では続いてどんどん見ていきましょう。はい、続いてはどちらを見ていこうかな。アリエルにしようかな。はい、こちらの薄いピンクはアリエルで貝殻の形になっています。はい、これが今回一番実は欲しかったもの。こっちの方が開けやすいかな。このカプキャラシリーズはどうしてもみんな、直立不動な感じなのかなと思ってたら、それぞれ今回はかなり表情が違う感じで気に入っています。はい、アリエルはどんな感じかというと、あ、こちらにもたくさん貝殻やトデ、おしゃれなデザインになってますね。お、全部ガラスとこんな感じで、はい、アリエルの台座がこちらになります。これを、はい、こちらを上にしてスポッと乗せます。はい、そうするとこんな感じ。そしてアリエルの中身はこんないろいろ分かれた袋にパラパラと小さなパーツも入っています。この中の、はい、この L 字のパーツがあります。このパーツをこちらに差し込みます。そしてこの反対側を貝殻に留めて、こんな感じで貝殻が開いているようにくっつけます。はい、では残りのパーツをくっつけていきましょう。この小さなパーツは台座の真ん中につけます。そうするとポコッと出るので、ここに、足をつけたアリエルの体を固定していきます。この方向でいいのかな。はい、中を見て方向を合わせてギュッと押し込む。はい、後ろにこのように穴が開いているのでこの向きに合わせて止めます。
裏にこのように穴が開いているので向きを合わせて固定します。キュッ、お、ボディラインに沿った感じでフィットしますね。はい、あとは簡単、こちらも形に合わせてはめてあげて、あとは頭を乗せたら完成。おお、この顔も綺麗。体と顔を固定してあげてからこちら留めた方が簡単かも。はい、出来上がり。アリエルちゃん超可愛いです。すごーい。この髪のふわっとした感じも海の中でこう座ってるような雰囲気になってとっても綺麗です。こちらの体のお魚の部分はキラキラが入った緑色ですね。はい、可愛いし綺麗だし、これはすごくいいです。ちょっと耳にかけてる感じも素敵。はい、ではラスト開けていきましょう。ラプンツェルです。ラプンツェルが出てきます。どこから破くのが一番いいかな。こっちかな。このカラーはもう一発でラプンツェルですかね。パカッと開けるとラプンツェル。こちらの組み立て方は基本的にオーロラ姫と同じですね。まあ、髪が長い分パーツがたくさんに分かれています。組み立てていきましょう。このつるっとしたのが一番下で、フリフリを重ねます。溝に合わせてキュッと押してあげて、でこちらも、はい、丸の大きさが違くなってますね。大きい丸を大きい穴の方に合わせて入れてあげます。あ、ずれてたずれてた。はい、ピタッと止めてあげましょう。そうだよね。はい、あとはいつもの感じだとこちらから組み立てた方がいいので、首をつけてあげて、あ、短い髪も可愛い。はい、ただ今回は長い髪なので、このパーツに合わせた形を見つけて組み立てていきます。はい、この形は、あー、この顔、はい、この髪のパーツを留めるときは体がない方が楽でしたね。はい、で体を留めてあげて、これもかな、これもない方が良かったかな。あ、そうでもない、こっちはこれで大丈夫。で髪の毛の先、うん、編み込みも綺麗に作られています。素敵。これを台座のドレスにセットすると、はい、こんな感じ。うん、ラプンツェル、こちらもとっても可愛く作られてますね。どっかにパスカルがちょこっといても可愛かったかなという感じはしますが、こちらの黄色はまたオーロラ姫の髪の色とはちょっと違った感じで、ラメっぽい感じがします。濃い黄色で、どっちかというと金色に近い感じ。はい、お花のこの部分もデザインが入っていて、
いいですね。はい、3人が並ぶとこんな感じ。どの子も本当に可愛いです。はい、第1弾は白雪姫とかベルもあって、そちらはちょっと回さずじまいだったので、今更ながら欲しいなという気になっています。どの子もとっても素敵なので、いいなと思った方はぜひぜひ探してみてください。いろんな場所で見つけたので、残り少ないのを見つけるとコンプリートしやすいと思います。はい、というわけで今回はディズニープリンセスのガシャポン、カプキャラヒロインドールを紹介しました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。